も素晴らしいレコードなんですけど、おまかしをやれって言ってるわけじゃない、うん、皆さんこんにちは。フロムナウというバンドでギターを弾いている、二つぎと申します。今日は、オールアクセスさんに呼ばれまして、エフェクターフェスティバルで、エフェクターのデモンストレーションを行いたいと思います。今日はあの選ばれし方々しかいませんので、あの質疑応答的な、ね、こともいろいろやれたらと思ってます。まず主に紹介したいのが、ストライモン、最近すごい人気らしいんですけれど、それのタイムラインというエフェクターです。タイムラインっていうエフェクターを知ってる人はこの3人中何パーセントいるんでしょうか。あれ1名1名 OK。 ディレイって分かります？分かりますよね。タイムラインっていうのはそのディレイ、要するにディレイマシーンなんですけど、その普通のちっちゃいコンパクトとは違って12種類ディレイが入ってるんですね。で、ディレイって要するにその小玉トントントンっていう音なんですけど、それが12種類ってどういうことだっていうふうに普通は思うんですけど、今日はちょっと一個一個、本当に面白いエフェクトだったり本当に実用的なエフェクトがいっぱい入ってるので、それをちょっとずつ紹介していきたいと思いますのでよろしくお願いします。あと、クリーンの音とあと歪みの音も混ぜていきたいと思うんですけど、このペダル、歪みペダルは、もう一つトーンフリークっていうメーカーの歪みを使いたいと思います。このアンプの歪みじゃなくてこっちの危ない2ってやつとシビアってやつを使って、歪みでのちょっとしたものを弾いていきたいと思います。まずですね、タイムラインっていうのはなんだろう、すごいストライモンって人気ですよね。こうやって聞いてっていいんですか俺フリースに。もちろん聞いてください。はい、あのすごいトッププロの方ですね、はい、スティーブ・ルカサーとか使ってますもんね。もうやっぱり今はスティーブ・ルカサー、まずビッグネームそこで、国内でも、コンチューさん、はい、小沼洋介さんとかですね、ビーズの稲葉さんの、ギターを弾いているジョッシュですとか、はい、いろいろな方、あとゴムグチさんも使っていただいてますね。あ、そうですね、はい、もうトッププロが、やっぱりクオリティにこだわるトッププロが次々と、そうですね、そのなんか面白いことがただ12個できるんだっていうものじゃなくて、実際にプロ中のプロの人たちの耳からしても普通のディレイの音とかでもものすごい音が良いっていうことで評判です。だけどやろうと、で、後でゆっくり説明するんですけど、なんだろう、細かい調整がもう無限大にできちゃうんですよ。ここまでやる必要あんのかってぐらい、そういうこと言っちゃダメですか。いや、できることは多い方がいいっていう。そう、そういうことですね。だけどその繋いだだけでめっちゃいい音ができるっていう、だから面倒くさがりにもすごい使えるし、こだわり派にもファミコンのようにこう遊べるような感じです。まず一個ずつ説明していくと、ディレイで一番有名なディレイ、デジタルディレイって皆さんわかりますよね。原音がほぼそのまま返ってくるっていう売りのデジタルディレイなんですけど、非常にそのまま非常にそのままっておかしいんですけど、本当そのままに返ってきます。で、なんですけど、このタイムラインってのただ原音をそのままきれいに出してくれるだけじゃなくて、そのこれをさらにいじることができて、あえてちょっと曇らせたり、ちょっとコーラス音程をちょっと変えてコーラスっぽい効果を出すことができるんで、これがまず普通の音で、それをちょっとこうやってこもらすとちょっとメロンな、あれで有名、よくある U2 っぽい、ディレイ音だけちょっと音程をちょっと揺らしてそう、デジタルディレイっていう1個のディレイだけでこんだけできた。あともっと今のうちにちょっとマニアックなことを話しておくと、その今返っ
ってる音の何でしたっけ、その演奏とぶつからないようにディレイ音をゆっくりと温かなんかメローにしていくとか、ディレイ音をちょっと早く減らすとか、なんか必要以上にできちゃうんですよね。そうですね。いや必要かもしれないですね。いつ、今やってもらったように次に弾いた音の邪魔にならない、そういうディレイの音っていうのは自分の、ま、バラードとロックでもまたこの音でだけ減退させるその速さが違ってきたりとかするので、それがすごく細かく設定できるというのも一つ特徴ですよね、はい。まあ、その普天八部的なプレイの場合はほぼ原音で返した方がやっぱ綺麗なので、でアナログっぽい音が出せるって言ったんですけど、あのアナログディレイっていうセッティングもあります。で次紹介するのがそれなんですけど、あのアナログディレイってよく何でしたっけ、ボスとか、はい、あのいろいろありますよね。まあ、昔ながらの本当に一番最初にあったディレイですよね。あの音が劣化していくんですけど、その綺麗に返ってくるんで、それが逆にまた気持ちいいみたいな。なんかこのストライモンってこのテクノロジー、それを再現するテクノロジーにすごい力入れてるんですよね、はい。でそれなんか当時のその使われてたチップを真似してすごい当時の本物のアナログ機械なのかなと、滑らかさですね。ちなみに今紹介してる順番なんですけど、あえて割と普通な感じの普通というか、あの世の中にこう浸透しているもの、そういう通りです、その通りですからちょっとだんだんマニアックになっていくっていう感じで説明してます。まあ、ここら辺は確かに世の中いろいろ出ているエフェクターには入っているものなんですが、はい、まあ、ストライムはそこはこだわりで非常に細かいところをこだわっております。非常にこだわってますね、はい。そういったものをあの実際問題触れてもらって比較してもらえると一番ありがたいんですけれど、今は北月さんのちょっと口からいろいろデモ演奏とこう感覚が伝わればなと思いますね。はいはい。で次ですけど、これもストライモンがすごいこだわっているもので、テープディレイ、はい、あのテープ機器、昔見たことある人もあるいるかもしれないですけど、あのテープ機器にその音が入ってその回ってなんか音がディレイする、カセットテープの、カセットテープですね、その磁気テープを録音して消して録音して消してでやる、本当に一番最初のディレイですね。独自のこのなんか音の減り方みたいなのが、これもすごい、このあのコントロールをいじるとあのテープのスピードとテープ機械の何年経ってるかみたいなすごい設定ができて、ましてやテープのそのたわみ具合、こうカセットテープが使ってるとどんどんベロベロになってくるんですが、そのベロベロ感まで再現できちゃうっていうのはこれのすごいところですね。でまあそのスペックも大事ですけど、まあすごいやっぱテープディレイならではのその気持ちよさが結果出てるっていうところが大事だと思うんです。テープがものすごい古いテープを使っているっていうシミュレーションなんですけど、これはっきり言って使い物にならないと思いますよ。パルンパルンでしたね、その音が。まあ、ここまで再現できてるんで、ぜひストライモンはっていうね。これ多分普通にものすごい深いコーラスからかかってるようなことまで極端な話ですけど、できちゃいます。でもその終わりの広がり方とか、 そうですね、そのビロビロっとした具合っていうのを再現してるのがやっぱりこれの特徴ですかね。ちなみに今トゥントゥントゥンって書いてるんですけど、その、まあ、ディレイペダルによくあるんですけど、このタップ機能、必要に応じてこの曲のテンポにこうやって合わせてれば、自由に変えます。最初から設定しておくこともできます。
日中に変えることができます。はい、でここからだんだんちょっとマニアックになってくるんですけど、次はデュアルディレイっていうディレイ でごめんなさい、今日はちょっとアンプ1個で使っているのであまり深く説明できないんですけど、これ2つのディレイを同じタイミングで流すっていうディレイなので、例えばシブのテンポが決まっててシブの音がこっちに流れてこっちで普天8部流すとか、そういうちょっとなんかトリッキーな、なんかポン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 みたいな音が作れちゃう機能なので、DTM とかパソコンでやってる方はそのアンプ2つなくてもステレオでつなげれば、そういう左右に振ればすごいかっこいい音が出せるので、ちょっと手前に流すとこうやってなんですけど、これは要するにこのテンポでシブと普天8部が同時になってるっていう。そのいわゆるミキシングにかけるディレイとかとしても使えるんで、ああそうですね、だから例えば一度これをエフェクトループに入れたりとか、はい、タグに入れておいてそこでこう一度弾いたものを、はい、そこでもう一回処理し直す、ね、そういうのもできますね、はい、あとギター以外にもできますもんね、はい、キーボードとか、はい、まあ、キーボードなんかステレオでやること多いと思うんで、そんな時に美味しい機能かなと思いますね、はいはい、でなんかこのすごい複雑なセッティングなんですけど、これは要するにこっちがこれはシブディレイ、こっちは普天8部なんですけど、もう一個の設定でそのシブになってるのに対して普天8部が鳴るっていう、よくわかんないんですけどどんどんお互いに掛け合って、でこれがイヤホンでヘッドホンとかでステレオで聞くとなんかもうポン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 なってますよね。でもそれが逆にパンテいじったりとかするとこう右から左に飛ぶディレイとかいろいろ遊べますね、はい、で次がパターンディレイって、これ個人的にお気に入りなんですけど、15種類ぐらいの返ってくるパターンが設定されてて、これだけなんですけどそれだけでなんか曲のイントロができそうな、次もちょっとマニアックというか面白いエフェクトで、ダックっていうエフェクトで、これは弾いてる間はあまりディレイがかかってなくて、弾き終わった時にディレイがかかるようなセッティングができる、まあ簡単に言うと、こういう曲の終わりとか、そういうロックだね。まあこれもいろんな種類があって。